復興天守大阪城。大阪城は、安土桃山時代に、上町大地の先端、摂津国東成郡幾多摩草大阪に築かれ、江戸時代に採築された、日本の城。別称は金城。大阪城跡として、国の特別史跡に指定されている。なお、城市を含む一帯は、大阪城公園として整備されている。天守は、博物館。 大阪城天守閣となっている。対抗藩のお城と親しみを込めて呼ばれることもあるが、1583年から1598年にかけて豊臣秀吉が築いた大阪城の遺構は、現在ほとんど埋没している。現在地表に見ることのできる大阪城の遺構は、1620年から1629年にかけて徳川秀田だが、 実質的な新築に相当する集築を施した大阪城の遺構である。1959年の大阪城、総合学術調査において、城石に現存する矢倉や石垣などもすべて徳川市、江戸幕府によるものであることが確定している。大阪城は、上町大地の北端に位置する。文献等にもよるが、日本三名城の一つに数えられる場合もある。現在は、 江戸時初期から後期にかけて建てられた櫓や門、蔵など、建物13棟及び内堀と外堀が現存し、上跡は71万平方メートルの範囲が国の特別史跡に指定されている。天守は1931年に鉄骨鉄筋コンクリート構造によって復興された創作物であるが、築90年、近い現在はそれは、それとして登録有形文化財となっており、 博物館、大阪城天守閣として営業している。ちなみに、大阪城の表記についてであるが、近代以降、大阪を大阪と表記するように改まったため、現在は大阪城と表記することが多い。なお、大阪城は大阪市の町名にもなっている。かつて、この地のすぐ北の大地下は、淀川の本流が流れる天然の溶害であり、またこの淀川を登ると、 京都につながる交通の要衝でもあった。もともとは古墳時代の古墳があったと言われ、戦国時代末期から安土桃山時代初期には石山本願寺があったが、1580年に石山合戦の講和直後に火災消失した。この石山の地は西日本を抑えるにも優れていたため、信長後期によると信長はこの立地を高く評価し、 跡地にさらに大きな城を築く予定であった。石山が戦先週結合の同地は、織田信長の命令で、庭長秀に預けられた後、四国攻めを準備していた津田信澄が布人した。一時的な野戦的布人ではなく、戦艦や蔵などの建物もあったことから、一軍が長期駐屯できるほどの設備が構築されていたと推測される。信澄は、本能寺の変の発生後、 には長秀に打たれた。その後、清須会議で池田常雄に与えられるも、常雄が直ちに見のえ、国替えとなったため、秀吉の領有となった。1583年から橋場秀吉によって、築城が開始され、橋場家の本拠地となった。一般には大阪城が豊臣政権の本拠地と解されるが、実際には1585年には秀吉は関白に、 任せられ、翌86年には、関白としての成長、巨漢として、京都に、樹落台を建設して、翌年の九州征伐からの帰還後は、ここに移り住み、さらに関白を退いた後は、京都の南港に、伏見城を築城して亡くなるまで伏見において、政務を取った。1598年に、豊臣秀吉が、死去、1600年の関ヶ原の戦いで、 石田三成が敗れた結果、徳川家康によって東軍への恩賞という形で、その所領が分配されたため、220万国の大大名から石化千六十五万七千四百国の一大名に転落した豊臣氏であったが、維持の豊臣秀よりは依然として豪華県乱たる大阪城を居城としていた。しかし、1614年に勃発した大阪冬の陣において、 講和条件として、大阪城は、10前、三の丸二の丸の破却が取り決められ、大阪城は、内堀と本丸のみを残す裸城にされてしまう。秀頼は、堀の再建を試みたために講和条件発揮とみなされ、冬の陣から4ヶ月後の1615年、大阪夏の陣で、大阪城はついに落城し、豊臣氏は滅亡した。落城後の大阪城ははじめ、 家康の外村、松平忠明に与えられたが、忠明に課せられた任務は、大阪城下の復興であり、城そのものにはあまり手が加えられることはなかった。1619年に忠明は、山と氷山へ違法となり、江戸幕府は大阪藩を廃止して、大阪を幕府直轄領にすると、翌1620年から二大将軍、徳川秀忠によって、豊臣色を払拭する。 大阪城再築工事が開始された。大阪城再築工事は主に西国大名を中心に1620年からの第1期工事では47大名を動員して、西の丸、二の丸北部、東部、三の丸、1624年からの第2期工事で58大名を動員して、本丸一体を1628年からの 第3期工事では57大名が動員されて、二の丸南部、と実に3期足掛け9年にわたる不審によって1629年に完成した。豊臣家大阪図屏風に描かれた、大阪城と城下の賑わい。幕府直轄の城である徳川大阪城の城主は、徳川将軍家の歴代将軍自身であり、不代大,大名から選ばれる、大阪城代が預かり、近畿地方、 および西日本支配の拠点となった。他に、大阪城代を補佐する定番2名も、普代大,大名から選ばれ、旗本で編成された幕府の常備軍である大番二組に、加勢する、カバン4名が大名から選ばれた。なお、大番とカバンは一年交代制だった。城代は、江戸時代を通じて70代の就任を見ている。本来の城主である将軍は、家光、家持。 吉信の三名のみ、大阪城に入城している。江戸時代中には三度の落雷による損傷と修復を繰り返した。一度目は1660年7月25日、城内青山門近くにあった土蔵造りの炎症像に落雷して大爆発が起き、貯蔵中の2万1985巻600本目の黒色火薬の他に、鉛岩43万1079発、 ひなは36,640本が消失した。爆発の威力は凄まじく、城内では29人が死亡、およそ130人が負傷した。天守や御殿、矢倉、橋など、多数の建造物が損壊。城外でも3人が死亡、家屋1,481戸が倒壊し、多数の家屋の屋根が破損した。また、青山門の扉が城から約 14km 離れた。 安峠まで飛ばされたとの記録もある。後に、幕府は現存する、石造りの炎症像を建造した。二度目は1665年正月2日で落雷を、天守北側の社地に受けて、天守を消失し、春行40年余りで、天守は姿を消し、以後は天守を持たない城であった。三度目は1783年10月11日で、 大手多門屋倉に落雷が直撃し全焼。幕府の財政難のため再建は1845年からの長人御用金による総修復まで待つこととなった。江戸末期、慶応3年12月9日に発せられた王政復古の大号令の後、二条城から追われた前、将軍、徳川義信が大阪城に移り、居城していたが、慶応4年一1月3日、旧幕府軍の戸麦、 不見の戦いでの敗北によって吉信は船で江戸へ退却し、大阪城は新政府軍に明け渡された。この前後の混乱のうちに出火し、本丸五点以下本丸にあった十一機の三重矢倉や、桜門、山里門、姫門など本丸のすべての門、二の丸の辰巳、牛虎、太鼓、死後、七番矢倉など、城内の建造物のほとんどが消失した。明治新政府は、 内の敷地地を、陸軍用用に転用した。東側の国鉄上等線までの広大な敷地には、主に火砲、車両などの重兵器を生産する大阪砲兵交渉が設けられ、このため後の太平洋戦争時は、米軍の爆撃目標となった。終戦後条内の陸軍用地は、占領軍に接収された。復興天守は、現在も健在であり、大阪の象徴としてそびえ立ち、 周囲には大阪城公園が整備されている。大阪城の空中写真。1985年。髪型が来た。国土交通省国土画像情報をもとに、作成主要部のステレオ写真はこちら第一北端を立地とする大阪城では、北、東、西の三方は、第一上にある本丸から見て定地になっている。北の第一下には、淀川とその支流が流れており、 天然の堀の機能を果たすとともに、木内の堀へと水を引き込むのに利用された。大阪城は、豊臣市が築城した当初の城と、その落城後に、徳川市が集築した城とで、縄張りや構造が変更されている。現在地表から見ることができる縄張りはすべて、江戸時代のものである。ただし、堀の位置、門の位置などは、 秀吉時代と基本的に大きな違いはないと言われている。豊臣大阪城の極楽橋。橋の両側の板塀や、上層の老格外壁の彫刻などが、ルイス・フロイスの描写と合致する。慶長元年に作られた橋だが秀吉没後の慶長5年に、報告神社に移築された初代追記総武行、黒田義孝が縄張りを担当。輪郭式平次郎であり、 本丸を中心に大規模な車を同心円上に、連ね、間に、内堀と外堀を排する。秀吉は吉高に築城に際しての指示、大阪の市街から天守がよく見えるよう天守の位置、街路などを工夫したとも伝えられている。庭長秀が築城をした、安土城の石垣をそのまま踏襲しており、現在の大阪城の地下7メートルから、当時の石垣が発見されている。 本丸の構造は建築に携わった中井正吉の経譜で江戸幕府の兄弟校を頭である中井家に伝来した指図から伺える。高い手書きを築く技術が当時なく帯車等により三段構造となっている。本丸内にある広い車は北から山里車、最も高い位置を占め天守や奥御殿がある。本丸奥の段一段低く兵庫殿のある。 本丸表の段、その西にある、出丸状の車で構成された。大地の北端を造成して築城した、大阪城の防衛上の弱点は大群を展開できる大地続きの南側で、西方から南方を囲むように総堀が巡らされ、冬の陣直前には、玉造門の南方に、真田の武により半月型の出白、真田丸が構築された。果たして冬の陣は、 この方面から攻めかかる徳川方と牢城の豊臣方との間で激戦となった。法岩おじから門は豊臣大阪城の極楽橋の東派府づくり部分ではないと言われている。なお、琵琶湖の北部に浮かぶ畜部島にある法岩おじから門は現存する唯一の豊臣大阪城の遺構ではないかと言われている。徳川氏の大阪城は豊臣氏の大阪城の石垣と堀を破却して、 天下武神を行い東道高虎を総責任者とする。全体に高さ約1メートルから10メートルの森土を、下上により高く、石垣を積んだので、豊臣大阪城の遺構は地中に渦漏れた。また天守など建物も構造を踏襲せずに、独自のものに作り、こうして大阪城天下武神が始まる。豊臣大阪城は、当時においては30年以上前の古い城であり、 朝鮮の役、関ヶ原合戦、大阪の陣の戦訓と、天下武神を通じて発達した、城郭技術に応じた、新たな城が求められた。天下武神の結果、大阪城の城郭の大きさは、豊臣時代の4分の1の規模に縮小されたものの、天守は、その高さも、そう床面積も、豊臣市のそれを超える規模のものが構築された。二重に回らせた掘割は、 江戸城をしのぐ規模のものとなった。また放棄された草加前も、畑や空き地として再建が可能な形で維持された。大阪城の天守は天正、寛永、昭和と、これまでに三度造営されている。いずれも外観は異なるが、復興天守は、徳川大阪城の天守台を利用している。以下に詳細を記した。豊臣大阪城天守、編集大阪夏の人津屏風に描かれた。 豊臣大阪城天守大阪冬の神図屏風に描かれた豊臣大阪城天守の簡略模写しない湿度の金箔押し河原大阪歴史博物館展示。1585年春高、1615年落城の際に消失。豊臣大阪城のものと見られている平面図、本丸図では山里ぐるわとを隔てる本丸の爪の石垣沿い、本丸の北東隅に描かれている。 豊臣大阪城の天守は、天守台一杯には建てられず、若松城天守のように余地を残して天守ぐるわを持っていたと考えられている。天守は複合式もしくは連結式暴老型56階地下2階であったと考えられており、外観は黒漆し塗りの下見板張りで、漆喰壁部分も灰色の暗色を用いて、金具や 瓦原などに施された金を目立たせたと考えられている。一節には壁板に金の彫刻を施していたというものもある。なお、5階には黄金の茶室があったと言われている。最上階は30人ほど入ると関白の服に触れるほどであったとルイス・フロイスの日本史にある。天守の復元案には一番壮大で華やかな大阪夏のジーンズ屏風をもとに 大阪冬の神図屏風、大阪城図屏風などが参考にされている場合が多い。特に、大阪夏の神図と冬の神図では、天守の姿が大きく異なっているため、夏の神のものは再建、または改築されたものであるといい。それに沿った、復元案も、三浦正幸などから出されている。黒田長政によって作成された、黒田屏風の姿に近い宮上、茂高の復元案は、 大阪城天守閣内の豊臣大阪城再現模型のモデルになっている。徳川大阪城天守、編集、徳川大阪城、天守1626年竣工1665年落雷により、消失。徳川大阪城の天守は、江戸城の本丸、初代天守の配置関係と同配置に建てられたと見られている。 天守台は大天守台の南に小天守台を設けて、いるが小天守は作られずに、天守グルアのような状態だった。天守へは、本丸御殿からの二階廊下が、現在の外接エレベーターの位置にかけられていた。建物は、独立式相当型55階近い1階で、江戸城天守を細身にしたような外観があり、白漆喰塗り米の壁面だったと見られている。最上屋根は、 道河原武器で、以下は本河原武器だったという。高さは、天守台を含めて58.32メートルあったと、見られている。このことから、江戸城の初代天守の縮小一畜との説もある。天守の図面は、内閣文庫所像の大阪五条五天守図と、大阪岩正寺所像の大阪五天守差し図がある。それぞれは相違しており、内閣差し図の外観は二条城天守とほぼ同じ破風。 配置で、岩礁寺舎地図の外観は、江戸城天守とほぼ同じ破風の配置である。復興天守、編集1931年11月7日、春工現在、大阪城を象徴し、大阪市の象徴となっているのが、博物館ともなっている大阪城天守閣である。陸軍用地であった旧本丸遺体の公園化計画に伴って1928年11月に、 就任した当時の第7代大阪市長の官一によって再建が提唱され市民の寄付金により1931年11月7日に竣工したこの市民の寄付には申し込みが殺到したためおよそ半年で目標額の150万円が集まったそのうちの25万円は住友財閥総水住友友成の寄付である百五十万円の使い道は 天守の再建に47万円、第四師団司令部庁舎の建築に80万円、大阪城の内本丸などの一部の公園化整備費用に23万円である。昭和以降、各地で建てられた復興天守の第一号である。合戦校するが、こちらは模擬天守。建物は徳川大阪城の天守台石垣に新たに鉄筋鉄骨コンクリートで基礎を固めた上に、 鉄骨鉄筋コンクリート構造を吊り下げ工法を用いて建てた。高さは54.8メートル。五層8階からなっており、復興天守の中は博物館大阪城天守閣となっている。外観は大阪夏のジーンズ屏風をもとに大阪市土木局建築家の古川重春が設計。衣装は天沼俊一、構造は波、交差地をと、片岡康。 思考は大林組が担当した。設計の古川は建築交渉のために各地の城郭建築を訪ね、文献などの調査を行って、設計に当たっておりその様子は古川の著書、近城復興記に記されている。大阪城の天守は豊臣大阪城と徳川大阪城のそれぞれで建っていた場所や外観が異なるが、 復興天守閣では、初層から四層までは、徳川時代風の白漆喰壁とした一方、五層目は、豊臣時代風に黒漆に、金箔で、虎や鶴の絵を描いている。この折衷に対しては、諸々の議論があり、豊臣時代もしくは、徳川時代どちらかの形式に統一すべきとの意見も、ある。1995年12月から1997年3月に、かけて、 平成の大改修が行われた。この時、建物全体に改修の手が加えられ、構造は阪神、淡路大震災級の揺れにも耐えられるように補強され、外観は壁の塗り替え、傷んだ屋根瓦の取り替えやシャチ、鬼瓦の金箔の押し直しが行われた。また、身体障害者や高齢者向けにエレベーターが商店主代西側に取り付けられた。 2007年の外壁の塗り替えの際には、5層目の塗装がより、豊臣時代に近いデザインに改められた。30年で消失した豊臣大阪城、天守、39年で消失した徳川、大阪城天守に比べて、復興天守は最も長名の天守となっており、1997年9月3日、国の登録有形文化財に登録された。屋根に見られる緑色は、 道河原の六章によるもの。たこいし現在、城内には、大手門、炎章像、多門櫓、仙間櫓、唐櫓、一番櫓、六番櫓、金倉、金明水、井戸館などの建物遺構が残っており、国の重要文化財に指定されている。また、桜門の高麗門については、明治20年に日本陸軍大阪鎮大によって再建されたもので、あるが、 国の重要文化財に指定されている。また、現存する石垣も多くが当時の遺構である。江戸時代の大阪城は徳川幕府の三期にわたる天下武神によって採築された。石垣石は瀬戸内海の島々や兵庫県の六甲山系の石切町場から採石された花崗岩である。また遠くは福岡県行橋祝通からも採石された。 生コマやカサギ、カモなど、木津川沿いからも採石されており、廃城になった伏見城の石材も再利用されて運ばれた。石垣石には大名の所有権を明示するためや、作業目的など多様な目的で刻印が打刻されている。高さ5から6メートルで最大幅14メートルに達する巨石が鏡石として数多く使われている。 木内災害の巨石は、備前国岡山藩主、池田忠雄が運んできた、本丸桜門マス型にあるタコ石で、重量は最大130トンと推定され、エジプトギザの大ピラミッドの石石が1個、約2.5トンであるのと比べ、その巨大さがわかる。ただし厚さは40センチメートル足らずしかない。ピラミッド内部にある花崗岩でさえ、約80トンと言われる。 なおイギリスストーンヘンジで最大の石は高さ6.6メートルで45トンである。また、木内4番目の巨石である大手三つけ石と、5番目の巨石である大手二番石は、元は一枚岩で分割したものと判明している。大阪市内や小戸島などには石垣に使われず、放置された石材があり、残念石と言われている。運搬時に落ちた石は、落上に通じ縁が悪いとされ、 捨てられた説がある。現存する多くの鏡石はさほど厚みがなく、本来の石垣の表に置かれた化粧石の役目になっている。徳川氏は大阪城を再建するにあたり、豊臣大阪城の後を破却して盛り土した上に縄張りを変更して築城したため、現在の大阪城市で見ることができる遺構や二重の堀、石垣はすべて江戸時代の徳川大阪城のものである。 大阪の陣で埋め立てられた総堀を含む豊臣大阪城の遺構は大阪城公園や周辺のビル、道路の地下に埋没したままで発掘も部分的にしか行われていない。村川幸弘らによる昭和中期の大阪城総合調査により徳川市本丸の地下からは秀吉時代の石垣が見つかっており現在は普段は一般には解放されていない。 二きの穴の底に保存されている。また、2003年には、大手前三の丸水堀跡の発掘調査で、堀底からは、障壁のある、障子堀が検出され、堀の内側の壁に、当地下のような遺構も見つかった。また、この発掘調査によって、堀、豊臣時代の石垣を公開する計画があり、そのための募金活動が、平成25年から行われている。 重要文化財建造物の画像重要文化財登録有形文化財特別史跡本説の出展大阪府内指定文化財一覧表大阪城内の町名は1879年から長らく馬場町だったが1979年に外郭を含む大阪城公園の範囲に大阪城の新町名が実施された郵便番号は郵便番号540の0002 鉄道路線バス水上バス姉妹城郭1983年4月29日に、定携。両城とも、豊臣秀吉が築城したことから、姉妹城郭となった。1985年11月2日に定型和歌山城は、豊臣秀吉の弟秀長が築城したことから、姉妹城郭となった。また、江戸時代になると、大阪城は二大将軍。 秀忠の直轄となり若山城は弟頼信に与えられた点も姉妹関係と言える。友好城郭2006年10月10日、大阪市の上田城と大阪城は結果こそ異なるもののともに徳川の大軍により二度の攻撃を受け、上田城では真田正幸が、大阪城では真田幸村が白型で大活躍している。このつながりから友好城郭となった。 2009年10月2日、調印オーストリア第二の都市グラーツのエッケンベルク、城で、豊臣秀吉の大阪城と、城下町を描いた、屏風絵が発見されたことがきっかけで、有効城郭となった。絵画映画、テレビゲームアーケードゲーム小説テレビドラマ漫画、アニメ、ありがとうございます。